新京旅遊号、または、天山雪蓮号、Z69、70字列車とは、中華人民共和国北京市と新京ウイグル自治区、ウルムチ市を結ぶ、中国鉄路走行市ウルムチ鉄路局が運行する、優等列車である。1969年9月に運行を開始した、北京とウルムチを結ぶ、最初の直通列車である。ウルムチ鉄路局、 ウルムチ客運断北京行き列車チームが担当し、使用車両は 25TK 客車である。新京旅遊号は、途中、京港線、石太市旅客専用線、太市中銀線、宝蘭線、菅武市線、蘭新線を経由し、その経路は、北京市、河北省、山西省、仙西省、寧夏海賊自治区、菅宿省は新京ウイグル自治区と5つの省区に、またがり、 百里夫婦や五尾砂漠などの継承地を通過する。運行距離は3 1 0 5トルで、北京直通列車の中でも運行距離の長い列車の一つである。北京西駅発ウルムチ南駅行き列車の所要時間は32時間09分で使用される列車番号は Z69 時である。ウルムチ南駅発北京西駅行き列車の 所要時間は31時間14分で使用される列車番号は Z70 時である。2006年、新京旅遊号は中国鉄道部から18回目となる後期列車の称号を授与され、並びに中国全土から北京、上海、杭州へ直通する列車の中から選ばれる気表素系という特別な栄誉を獲得した。 2014年以前の行き先表線9 6 3年1月15日、乱新線全線開通により、ウルムチ駅と西安駅を結ぶ69、70時時期、改旅客列車の運行が開始された。1969年9月1日、中国鉄道部が行ったダイヤ改正により、69、70時列車の運行区間が北京まで延長され、 北京ウルムチ間直通旅客列車の運行が開始された。69、70時列車には22系客車が使用され、京光線、廊海線と乱心線を経由して運行された。その運行距離は 3768km に及び片道3泊4日であった。22系客車には空調がない上、69、70時列車の 運行距離は長く時間もかかったため、乗客は休息を取ることができず、精神障害を引き起こす者もいた。1981年10月11日のダイヤ改正によって、69、70次列車は直通旅客買い車に格上げされ、その後さらに69、70次列車は特別旅客買い車に格上げされた。1997年、 中国鉄道部は第一次大日下げ速を実施し、69、70次列車の運行時間は67.5時間に短縮されたため、北京ウルムチ間は3日以内に到着できるようになった。1998年10月1日、第二次大日下げ速が行われ、69、70次列車の車両は空調完備の2 5 g 系客車に置き換えられた。 この時のダイヤ改正で、69、70時列車の最高運行時速は 120km に達し、運行時間も60時間20分に短縮された。2000年、中国鉄道部は、中国西北部に重点を置いた第三次、大久下げ速を実施し、69、70時列車の車両を2 5軽 k 客車に置き換え、列車番号を T69、70時に改めた。 この時のダイヤ改正で、北京ウルムチ間の運行時間は47時間56分に短縮された。2011年1月11日、ふとし中銀線の全線開通により、T69、70時列車の運行経路が維持、ふとし客運線線、ふとし中銀線、関武市線経由に改められ、運行距離が 663km 短縮された。 途中停車駅には新たに、石ス総北駅、大原駅、土寮駅、底辺駅、中営駅の5つの駅が追加され、代わりに、関丹駅、安陽駅、信号駅、低州駅、洛陽駅、西安駅、宝京駅、天水駅、乱州駅等の駅には、経路変更によって停車しなくなった。ふとし中銀線の全線開通により、 北京西ルム地間の運行時間は34時間以内に短縮され、運賃も値下げされた。2014年9月15日、T69、70時列車の車両が25、t 軽客車に置き換えられたが、運行時間に変化はなかった。そして2014年12月10日より、T69、70時特快列車は、Z69、70時時期達特快列車に、 格上げされ、運行時間の短縮と停車駅変更が行われた。翌2015年2月1日、新京ウイグル自治区観光局は、Z69、70次列車に、新京旅遊号の愛称をつけた。新京ウイグル自治区観光局は今後、上海駅や、甲州駅の列車などにも、愛称をつける予定である。新京旅遊号は、北京西、中英間では、 蘭州鉄路局蘭州金武蘭所属の HXD3D 型電気機関車が牽引し、中営難関では、ウルムチ鉄時局ウルムチ金武団所属の HXD1D 型電気機関車が牽引する。新橋旅遊号は運行開始以来、22系、客車、25G 系、客車、25K 系、客車、25T 系客車と4回車両が変わっており、 現在使用されているのは 25TK 客車である。新橋両友号は18両編成で、高伏せ車12両、高座車3両、南伏せ車、食堂車及び荷物車、各1両で構成されている。乗務員は、ウルムチ客運断壁に行き列車チームが担当している。チームには10個の班が設けられており、ウィックル人、官民族、カザフ人、オロス人、 シベ人島多数の民族からなる510名で構成され、そのうち116名が中国共産党員である。2006年4月9日19時22分、ウルムチ発北京西域 T70 次列車が東トルキスタン東部百里風区内の小草湖駅を通過中、猛烈な砂嵐が列車を襲った。現場の風速は秒速41.5メートルに達したため、 車体は猛烈に振動し、21両の客車のガラス窓が小石によって割れ始めた。そのため列車は緊急停車し、乗務員と乗客は床板を外して窓に打ち付け、口座車の乗客を寝台車に移動させた。22時5分、列車は時速2 0トルに助行しつつ小草湖駅を出発し、その後13県防衛駅と暮れ総駅に臨時停車した。 翌10日22時1分、列車は、久室駅に到着した。久室駅では4時間かけて、応急修理が行われ、列車は引き続き、北京に向けて出発した。最終的に、当該列車は33時間遅れの12日二0時6分、北京西駅第3ホームに到着した。乗客下車後、車両は、北京西車両団に入れられ、100名以上の整備士により4時間かけて、 破損されたガラス窓をすべて修理し、清掃も完了した。その後、13日午前1時に T69 時列車は北京西からウルムチに戻った。なお、今回の事件で怪我人は出なかった。ありがとうございます。